はいどうも、長坂レモンです。本日紹介するデッキはこちら、ババーン。はい、ティムールランプかな、やります。はい、まあツイッターで見かけて非常に面白そうだなってことで、まあ今回ご紹介しようかなということで、はい、まあちょっと前にほぼスルタイかなの、この手のランプデッキ、紹介したと思うんですよ。まあ、ニッサだったりとか、この分派の、事件現場の分析者ですね、を使ったランプデッキだったんですけど、今回は、そこにこの世界コンの憤怒で、ゲームに勝とうっていうのと、このデッキってそもそも基本チキがいっぱいそもそも入るんですよね。そこをこの緑特目からめちゃくちゃなマナを出して、ボンです。はい、ボン。スルタイの方と比べて、まあ、向こう無限ループとかからの LO プランがあるんですが、まあ、こっちはね、とんでもないマナ家族から一気にドンというね、なかなか面白い感じになってるのかなと思います。はい。まあ、感電の反復とかこの辺とかと合わせてあげて、まあ、一気にまとめて2回ダメージ飛ばしに行く動きだったりとか、緑特目2枚から、まあ、マナが9倍出るんで、そこの9倍マナから、まあ、とんでもないことを押しでかすとか、まあ、そういうことができて非常に面白いデッキかなと思います。はい。で、この辺のね、アクセスのしやすさ。事件現場の分析者との相性だったりとかからファラジの考古学者が入ってたりとか、まあ、ニッサー、まあ、フェッチからこの辺サーチに行く動きみたいな感じで、非常に強力なデッキになっているかなと思いますので、ぜひとも使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率6割ぐらいか、多分そんぐらいだと思いますね。負け試合はアグロデッキに寄稿された時ぐらいですね。はい、対戦の方へどうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープですね。まあ土地置いて緑特目使って回収してもう一回置いてみたいな感じになるかなと思います。ライフ自体は結構高めに保ってるデッキではあるんで、まあライフゲインが結構多めですからね。あとはアンタップに1枚引いてニッサとか、まあ間の悪い爆発のターンにしっかりとこれ打てるようにしておけたらなーっていうぐらいかなと思います。これは一応島も欲しいので、赤山スタート、赤のアグロっぽいですけどね。うん、まあ緑特も違う、ボロス召集か、天使ですね。いや、これは回収しない方が強いか。うん、回収しない方が強いですね。手札にある土地を全部捨てたいんですよ。で、絶対どっかのタイミングで間の悪い爆発で7点飛ばします、これは。なんでちょっと待ちかな。うん、一発ここ7点飛ばしてから、まあニッサ置いて爆発置いてみたいな感じになるかなと思いますね。で、できればアンタップインもう1枚引いてくれるとすごく楽になるんですけど、どうですかね。で、ボロス天使ってジアーダ含めた天使絡みって結構いっぱいいたと思うんですけど、ライフゲインとか、まあ貫通しながら多分動けると思うんで、うん、はい、ジアダ殴ってきて何もしない。これは一旦島置きたいかな。うん、緑特目は1枚使ったら使ったですけど、まだ使わないかなと思いますね。一応こうアンタップに行けたらこっちの世界コンの憤怒だったりとかの動きとかも考えればしたんですが、まあ引けないなら特に問題はないかなと思います。一応山持っていきましょう。エンド、インスタントの天使なんかいた気はしますけど、あんまり強かったイメージはないかな。フラッシュ絡みは、そうですね、まあライトニングヘリックスあたりが気はしますね。うん、ライトニングヘリックスとかそっち側な気もします。ジアーダ守りに来ますかね。あ、イカ天、はい、これが引けるなら一旦世界コンの憤怒 X2 で大丈夫だと思います。うん、墓地から、まあ、森と島持ってくる形でいきましょう。うん、ほい。で、なんか相手動きないこと見たらもう1体ジアーダいるのかなって気がするんで、うん、
で、マルドゥカラーだとアトラクサはすごい出しづらかった記憶があるんですよね。一応これ先ニッサ置いて増やしてからの方が得ですかね。ニッサ置いて土地増やしてからの方が後々の動き考えたら得になるかなと思います。ニッサ巻き込んでもいいんですよね。巻き込んでもいいと思うのと、巻き込んでも一応緑特目で回収が効くんで巻き込んでも多分大丈夫。あとは相手の動き次第ですかね。まあなんか動き的にライトニングヘリックスだったりとか除去だったりとか、まあウセロとかですかね、あたりがなんか残っててなのと、まあやっぱりジアダはもう一枚いますね。な感覚はあります。一応2マナの天使ってジアダ以外はいないんで、まあほぼヘリックスだと思うんですけどね。早めに切ってほしいんで、これニッサ置いて、ニッサ置いて、まあ一応間の悪い爆発は打てるんでね、はい置きます。まあここは青でいいかな。一応まあ一応記憶の反乱使うっていうのも手なターンではあると思います。ここ通ったらめちゃくちゃなことになりますね。あやっぱり通しませんよね。オッケーオッケー、まあ予想通りですね。でこうなってくると緑特目のために残しときたいな感はあるんですけど、てかウセロ使わせたいな感はあるんですけど、まあこうでいいかな。はい、まあいったんだな点。世界コンの憤怒だけは絶対に残さなきゃいけなくて、緑特目、あーこれ一応記憶の反乱切った方が良かったか。あの土地もう一枚やったら緑特目からニッサ持ってきて、ニッサにニッサへね、あの土地置いてっていう動きできたんで、そっちでも良かったかなと思います。で相手手札にウセロかデストロイビルかはありそうですね。ジアダの追加、あいいですね。分析者非常にちょうどいいカードが来ました。これでマナ一気に伸ばせるんで、もともとあのニッサを使いたかったのもこいつが欲しかったからですからね。でここら辺につけると相手除去打ってくれないかなと思いますけど、あー残念。じゃあ置いてもう一回使います。あー残念。まあエンドですね。イビルだったりとか、まあヘリックス顔の方、なるほど。あもうこいつなんかに構ってられんと。こっち一気にライフゲインはできるんで、2点。こっちの枚数カウント、まあ世界コンの圧力だったりとか、こっち側とかもありますし。はい。まあ起動して、まあ、ライフは、プラス7点、16点ぐらいまでいきます。島、まあ、これは森。森。世界コンの分布は、島。これでライブラリの基本地形がなくなったんですよ。7マナ使って1、2、3、4、5、6、7、21マナですか。これはもう一旦ドローしに行きます。これもう一枚のニッサとこれでいいかな。これなんですけど、もう一枚のこの緑特目が欲しいんですよね。あいい、まあ、
適当に緑とかでよくて、はい、まあ、適当に緑とかでよくて、でこれ一応事件現場でまとめてマナ自体は、マナが稼げるというか、マナ自体はそんな増えないんですけど、ライフが稼げるんで、青、青、緑、青、まあ、緑、赤、まあ、適当に、うん、まあ、デッキ内にもうないんじゃないかな。あ、山があと1枚ぐらいあるかも。いや、なかったと思いますね。うん、やっぱり緑特目引きたいんで、緑特目拾って、まあ緑特目もう1枚置けさえすれば、さすがにウセロ2枚とかはないと思うんで、まあその次のターンに世界コンで勝てるかなとは思います。ほい、うーん、まあこうでいいか。一応もう1枚使っておきますか。残念。じゃあファラジと、まあ、世界コンを拾っておいてエンドかなと思います。もう土地はいらないですね。うん、残ったら勝ちで、残んなくてもまあ特に問題がないかな程度ですね。ライフは持ってるんでね。1、2、6、5、11、15、45、43、まあウセロはありますね。うん、まあここはしゃあないと思ってるんで、でここは感電の反復、間の悪い爆発、もうニッサがいらないので、それだろう、まあファラジとニッサ切りますか。はい、ファラジは使います。あ、オッケーオッケー、緑特攻できましたね。まあ、ならファラージとニッサで大丈夫です、うん、7、6、これは今このターンに置くよりは緑特目でライフゲインできるようにこれ回収しておきますかね。うん、これ置くのが次のターンでいいんで、ライフゲインはできるようにしておきましょう。残りライブラリー11枚、まあ出すまではしておきますか。うん、出すまではしといて、一応地図も1回だけ起動しといて、はい、エンドでいいと思います。うん、まあ OK、まあ、ここスタックで一応切って、まあライフいっぱい、これのコピーはここでいいかな。うん、まあもうないんで全部拒否で大丈夫です。ライフが12件回復できたんでね。うん、で一応次のターンに緑特目が2枚立てれるんで、2枚から34までいけるかな。ちょっと怪しいか。いや、感電の反復とか使えればいける可能性があるか。うん、ほい、ジアーダ、あ、4枚目ですね。まあ緑特目、まあ1、2、ここから緑特目、1、2、3、4、5、45買ってますね。うん、35ぐらいで、ほい、これで勝ちですね。うん、はい、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。
これ緑が引けませんね。うん、ちょっとマリガンです。緑がない手ではさすがにマリガンでいいとは思うんですけど、ここダブマリ以上は無理っぽいですかね。うん、まあファラジの考古学者から頑張りますか。攻撃、まあ緑の出る土地めちゃくちゃいっぱいあるんで引けるとは思うんですけどね。うん、これは一旦山持っていきましょう。山持ってきて、まあファラジの考古学者、事件現場の分析者は相手に処理されないタイミングで、出すのが一番強いかなと思います。あとは、まあ、ニッサとかその辺が出るならそれはそれでみたいなところもありますね。うん、でこの残響する深淵なんですけど、まあ墓地のこのまあこの辺のやつのかさ増しに使えるんで、ほい、まあ、これは森にしましょうか。森でエンドでいきましょう。相手ボロス召集ですね。号令いやですね。いやまあ一応ライフゲインはできるんですけど、ニッサでいいか。ニッサこれ、これは危険牢一家に変身して、まあ適当に緑、まあ適当に赤か青か持ってきて、まあ、もう一回緑、まあ事件現場行きましょう。うん、ちゃんとブロッカー並べること自体は大事なことなんで、エンド。ただこれ緑土地がちょっと怪しいかな。うん、まあ、横並びしてくるのであれば一旦爆破するんですけど、それぐらいはできますからね。いやーこれフェッチランドが落ちないのが、フェッチが落ちないのが結構響きそうですね。枚数的にあのガメることができない状態なんで、亡霊の2枚目めんどくさいですね。ちょっとガメれないのが嫌。2回起動できなくはないですけど、まあ置いて緑、切ったら1,2,3,4,5回か、一応切れますか。うん、これのコピーはここにして、これは基本緑で大丈夫だと思います。うん、やっぱり事件現場引けますよね。まあ、あとは青と赤を適当に拾っていきましょう。ほい、あの森持ってこれるフェッチが引けてないのがきついんですよ現状。うん、赤、まあ、もう一回事件現場、マナの数的にもう1起動いけますね。今ミスりましたね多分。これは増やす必要なかったんで、緑緑青、これ記憶の氾濫まで使えるかなと思います。うん、まあライフ結構高めに持ってきれたんでそんな悪い状況ではないんですけどね。赤、まあ拒否拒否、まあ森持ってきて緑、記憶の氾濫、世界コンと、まあ舞台座一家でいいかな。うん、世界コンまでは使う必要がないのでエンドで大丈夫です。1,2,3,4,5、1,2,3,5,4、12マナ、うん、12マナ、13、14、8か、そうですね、ライフゲインがないのであれば勝ってますね。うん、ライフゲインがないなら勝ってますね多分。ブロック
これが緑持ってくる土地なんですよ。なので、まあ、適当に緑でいい。はい、まあ、適当に緑でいい。感電の反復、感電の方が打点出る。 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 X7 を3回と、これだと 1,2,6,7,8,9 うん、ならこっちいいや。おい、 X10 2回しましょう。10点で、まあ適当に緑かなんかのコピーになって、手札からも一応出しましょう。はい、まあ一応買ってます。対戦相手投了と。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、まあ戦いやすいというか、マナいっぱい加速して、そっからドンっていう動き自体は見せれたのかなと思います。で、個人的になんですけど、赤タガグロには結構振りがついちゃうかなって思いますね。はい、それと、コントロールですね、対面の。はい、この敵知らない対面に対しては無限に勝てると思うんですけど、まあスルタイとかと比べて、土地だけで無限にくるくるすることができないんですよね、このデッキ。はい、このデッキはね、黒力戦ん違うわ、黒根力だったりとか竹沼とかね、そっち側からくるくるしながらっていう動きはできたんですけど、あと向こうカウンターに結構強くて、っていうのができたんですけど、こっちがそっちはそれはできないのかなとは思います。ただ向こうよりも速度がすごい速いんです。世界コンの憤怒だったりとかからね、一気にまとめてマナ加速したりだったりとか、まあそれ以外にもドロソのカードがねたくさん入ったりとかで、まあ戦いやすいのはこっちなのかなって思います。はい、で、まあそれ以外にも結構面白い動き自体は可能なんですけど、まあ無限ループみたいなことはできませんし、まあ無限ループできない人も勝てるデッキではあるんですけどね、勝てるデッキではあるんですが、まあそれでも非常に難しいデッキタイプかなと思います。はい、まあしっかりとマナ加速する、このデッキ、まあこの手のデッキ一番強いのは分析者であるってことをね念頭に置いて戦ってあげるのがいいのかなと思います。ちょっと不利な盤面でも分析者の起動効果さえ使えばそのまま負けれることが多いので、はい、これ通すの厳しいんだけど分析者起動したいなって時は基本的に分析者を、まあ、起動する方が強いと思いますし、まあ基本的にね分析者とか起動しておけばライフゲインとかもできるんで、はい、その辺含めても非常に強力なデッキだと思いますし、まだまだ遊びがいになるデッキだと思いますので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは